OL の A さんは昼休みお弁当を買いにビル街を歩いていたその日は快晴だったが急に雨が降りそうな気配になったのでふと空を見上げたすると 天使のような女性が笑顔でふわーっと前降りてくる不思議だという気はその時はしなかったらしいその幸福感に満ちた天使の笑顔に思わず A さんもほほ笑むと 天使は手を振ってくれた A さんも手を振り返すとすごい音がしたあっと足元を見ると女が倒れていた。 私が通う中学校に UFO が三度の飯より好きという T 君という男の子がいた UFO に関する雑誌や単行本は大抵持っているカメラを持ち歩いていて空を一日中眺めているそんな子だったある日投稿すると T 君が偉くはしゃいでいる すごいもんを撮ったぞ。これは本当にすごいぞ。現像ができたらお前らにも見せてやるからな。声高らかに何やら自慢している。T 君の手の中にはフィルムケースに入った未現像フィルムがある。どうやら UFO の決定的写真を撮ったらしい。ともかくその日は T 君の UFO 撮影話で持ちきりだったという。 ところが翌日から T ー君は学校に来なくなったその次の日もその次の日も数日後担任の先生から T ー君が行方不明になって家族の方から捜索願いが出されたと聞かされたそしてそれ以後いまだに T ー君の姿を見た者はいないのだという。 T 君と親しくしていた友人が一度お母さんと話をしたらしいするとこんな話を聞かされた T 君が姿をくらます直前のことだその日の夕方近く玄関先に 見知らぬ男が T 君を訪ねてきたという二人組の男対応に出た瞬間その異様な姿にゾッとしたという「<music> T 君はいますか?」。と言葉を発した。 t は今学校ですけどそうですかじゃあ t 君の部屋に案内してくれませんか t 君に大事なものを預けてあるんですがそれが必要になったのです二人は返事も聞かずにずかずかと上がり込んだあまりのことにお母さんはただオロオロするが さっと T 君の部屋がある2階へ上がったので、やっぱりあの子の知り合いなのかなと思ったのだ。だが、すぐに男たちは降りてきて、失礼しましたと帰っていった。それからすぐ T 君が学校から帰ってきた。ねえ、さっきお前の知り合いだとかいう二人の男の人が来たわよ。 と T 君に言うと、えー、そんな人、俺知らないよ。誰かな首をかしげながら、2階へ上がっていった。誰だ俺の部屋めちゃくちゃにしたやつはと、怒り心頭の T 君が降りてきた。すると、電話が鳴った。T 君が出た。 T 君の顔がみるみる好調し「え本当ですかえー、すごい!」とはしゃいでいる電話を切ると T 君はこう言い残して家を出た「母ちゃん俺なすごい写真撮ったんだそれ雑誌が載せてくれる」って雑誌社の人が駅前の喫茶店で待ってるから俺写真持ってく。 それ以来、T 君は帰ってこないのである。N さんは友人三人と 有名な幽霊スポットである池へ出かけた水面に女性の霊が浮くという噂だ夜中にここに車でやってきた N さんたちは随分長くその池を見ていたが何も起こらなかったのでもう帰ろうかと車を止めている場所へ向かった。 N さんは最後を歩いていたが後ろからもう一人が歩いてくる足音が聞こえる前には確か三人がいるとすれば「この足音は何だ?と」と恐る恐る後ろを振り返るが。 誰も言おうはずがない。気のせいか、と心を落ち着けて歩くが、やはりペタペタペタという足音がついてくる。まるでアスファルトを裸足で歩いているような音だ。 「まさか幽霊がついてきてるなんてことあるわけないよな」N さんは盛んに自分に言い聞かせるがそう思えば思うほど足音もこちらへ近づき「はあはあ」という何者かの息遣いまでもが聞こえてくる。 車が見えてきた。N さんは車に乗り込みながらさっと後ろを振り向いたその途端怪しい気配が消えてなくなった「あやれやれ」と N さんはほっとしたという友達に送ってもらって N さんが家に帰ったのは3時近くになっていた床に着くと N さんはすぐに熟睡したのである明け方近く突然吐き気に襲われて目が覚めたなんとなく辺りを見回す 薄明かりがカーテン越しに漏れているが嫌に空気が重いそれはじとっと冷たくしけっているというよりはなんだか朝霧の中で寝ているという感覚であるふと壁を見ると「エヌ <laughs> さんは息をぁんだ。 <laughs> N さんは布団を頭までかぶると朝まで震えていたというだが空が白んできたと同時にその重い雰囲気や怪しい影もなくなった N さんはいつもの通り仕事に出かけた次の日の真夜中 またあの重くじとっとした居心地悪い空気に起こされた昨日と同じだまだ寝ぼけている頭の中でそれを感じたこの時フット N さんは部屋の窓に妙なものを見た。 りゃ「と体を起こしてその妙なシルエットを凝視したああぶどうがあるのかと思ったその影が大きな一房のぶどうに見えたぶどうが宙にぽっかり浮いているのだ。 なんでブドウが浮いてるんだ N さんが気が付いたら朝で会ったあのブドウの房がとても夢だったとは思えない 布団の上に倒れるように寝ていたのでおそらく気を失ったのは事実である家に帰れなくて二、三日友人宅に泊めてもらったその友人が「これはよく聞くぞ」とお札をくれたのでそれを持って帰って部屋に貼る。 重い気配は消えたのだという。でもまだ、僕その部屋に住んでるんです。と、N さんは言う。 大学生の王くんはもうすぐ卒業だというのに就職活動がうまくいかない面接を何社受けても受からないそのうち今度は卒業が危うくなってきた仮に就職が決まっても卒業できなければ意味がない もともと悩み症の多くんなんだか人生に行き詰まった感じがしてきたある日ぼんやりとアパートの窓から夕焼けを見ながらため息をついていた別に本気で言ったわけではないただつい くの口からこんな言葉が出た「ああもう死んでしまいたいな」すると天井から「じゃあご一緒に」女の声だった。